2年目の夏の11日目、今日はルアウパーティーですね。まあ闇鍋ですよね。何が入ってるかわかんないです、はい、ちょ天気見ときましょう。明日は美しく晴れた一日になるでしょう、はい、今日の精霊たちは少々苛立っているようです。不運な一日になるやもしれません。まあそんなに今日はね、運勢はあんまり関係ないですよね。今日紹介する魚はスーパーナマコ、うん、海に生息する珍しい生き物だよ。姿が見られるのは夏と冬、それも夜の間だけなんだ、うん、よし。夏と冬、夜の間、うん、まあナマコはね釣りましたね前ね。さあ、いいかな。で、今日は畑は特に11日だからね、まだそんなにすることないかな。うん、大丈夫だね。まあ、動物の世話だけしていきましょう。よし。はい。お、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 お。よし。あ、トリュフがまたいいですね。頑張ってくれてます。よし、ウサギも今日は大量ですね。結構足並み揃ってますね、この4匹ウサギ。よし、ネコマオもねとっても幸せそうらしいですよこんだけでいいかな、はい。あ、メロンなってるこれ。え、もうちょっと大きくなるよねこれ。まだだよね。もうちょっと大きなね。一応ね、あのジュニモ小屋この間建てました1個ね、ここからだいたい8マスぐらい、4、5、6、7、8、8マスぐらいまで確か届いたと思うんですけど、それぐらいの収穫をねちょっと手伝ってくれるんです。まあ収穫の時期になるとまたね、顔出すと思うんで、ちょっと見てみましょう。観察してみましょう、はい。ここはまあ牧草を買って、牧草ちょっと足りない ね。どうしようかな。もうちょっと秋に向けて、こう、余裕が欲しいですね。まあ、買ってもいいんですけどね。意外と高いんですよね、牧草はね。50、1個50ぐらい、確かしてたんで。ここは今日は何もなってない。おいしい。よし。こんなもんですね。よし。ラブパーティーが浜辺で始まった。まあ忘れてる。卵を出して、ウールも出すでしょ。これ明日持っていくから、このまま。うん。まあこれでいいね。ラブパーティーにね、入れるもの。これはこのね、うちで取れる多分一番の高級食材なんじゃないかなと思いますけど、トリュフ、はい、その独特の味わい上に美食家に愛されるキノコね、これを入れましょう。しかもね最高級ですからね、まあ、美味しくなることをね間違いなしですよねこれね、はい、よし、木はもう戻しとこうか。どうしようかな、実感、あ、でも斧がないから木、木こりしようかなと思ったけど切れないね。寄れるお店もそんなにないから、ざっと大きく回ってで浜辺にね行きましょうか。お散歩、ぶどう、これがある。斧はねクリントンのところにちょっと預けちゃってるので木こりもできないしね。天野さんいらっしゃいませ、こんばんは。パーティーの前に温泉でも使っていきますか。なんかそんなことしてたら遅れそうですけど、ね、よし、何も特に変わったところはないですね。木が生えてるこれ。よし、間違えた、あれあれ、はい、
ライナスとか何してるんだろうね。あ、家にいないぞ。今年もあの謎の肉を焼くんでしょうか、ライナス。間何してんの。こんな生活をするには俺なりの理由がある、うん、なんかこうスタディーバレースピンオフ作品でこうライナスがまだ、ね、都会で暮らしていた時のライナスみたいなちょっと作ってほしいですよね。どんな生活、 なぜこういう生活をするに至ったかっていうのね、人にはいろんなね歴史がありますからね。よし、今日はもう何もないもんね。お店も入れないしね。人の家もね、なんかあのお祭りの時はね入れないんですね。ジョジャマートですらに閉まってますからね。よし、まあもうぼちぼち行っときましょうか。あ、ヤスさんこんばんは、いらっしゃいませ。よいしょ、誰か来た。ルイスまだこんなとこいるじゃん。何してんの。夜の酒場は活気に満ちているの。週に一度は酒場に行って話題に取り残されないようにしとる。あとガスの本格スパゲティも目当てじゃな。スパゲティ美味しいのかガスは。あ、エリオット帰ってきてるぞ。あ、靴の中が砂まみれになってしまった。あと、ね、砂浜に住んでるのにそれはないんじゃないですか。こちらサンフランシスコでしょうか。それはまた別のゲームの話ですよ。あ、もう入ってしまいましたけど、ルアーね。まあ、去年一通りね、話したんでね。大鍋に入れてくれ。はい。良いお日柄ですな。スタディオバレーを訪れるのは毎年の楽しみなのです。すごい顔でかいね。ノリノリ。うん、うるさいんだ。いや、今日お祭りの日に来なければいいじゃないね。太鼓とか叩けたらいいんですけど。よし、まあ いいですね。アマーニーがね、鍋をスープに何か入れたかったら向こう側の階段を上がって食材を鍋に放り込んでね。よし、まあでは、このねトリュフを入れておきましょう。トリュフでもあんまり回復しないね。33と13しか回復しないから、まあそのまま食べても美味しいもんではない感じですね。やっぱり料理しないと。このハムが美味しそう。あ、ほらライナス、この謎の肉焼いてるでしょ。こんなあります、楕円形の、こんな綺麗な楕円形の肉。ゆっくり絶え間なく肉を回すのが完璧なローストの鍵なんだ。いや、その前にその何の肉かまず教えてほしいです、ライナスは何を焼いてるんだろう。匂いがすっごく美味しそう。狙ってるのもあるわ。肉を狙ってるの。背後でいい位置をキープしてます、うん、こういう時にさ、だいたいこのカップルでね、ペアで分かれてるよね、この街の人ってね、うん、だからなんかこうそこに割り込んでいくのどうなんだろうってちょっと思っちゃいますけど、このシェーンとエミリーはちょっと離れてますけど、うん、あとみんなこうセットで大体ね。あ、セバスチャンも離れてるか。アビケイル微妙な距離感だね。アビケイル、みんなと付き合うのなんか疲れちゃった、私は海を眺めてる方がいいや、うん、この辺は確かセバスチャンとね気が合いそうですね、はい、アンチョビね、まあいいですよ。よし、まあ早速じゃあもうサクッとね、はい、そろそろルアウを始めるかね。知事殿が小腹を空かしているみたいだぞ、うん、始めよう。さあ反応はいかがでしょうか、うん、なんていうのかな、視覚的にはあんまり美味しそうじゃないよね。今年も持ち寄りスープの会がやってきた、はあ、持ち寄りパーティーってやったことある人いますか。はあ、一回ね、みんなでじゃあ自分の好きな食べ物を持ち寄りで、持ってきて、で、なんていうのかな、持ち寄りのお食事会しようっていうこと一回やったことあるんですけど、見事にみんなね、たこ焼き、たこ焼き 3人たこ焼き持ってきましたね。かぶりました。
で残りの、1人が、ちょっと気を利かして、ね、みんな花見で持ち寄ったことありますか。あ、そういうのはいいかもしれないですね。1人はあの気を利かして、ね、そいつ賢かったんですけど、みんながまあ食べ物持ってくるだろうから飲み物買ってきたよっつって飲み物買ってきてくれたんですけど、残りみんなたこ焼きだったっていうね。まあ、まずくはないですけどね。そういう時ありましたね、一回ね。面白い、はあ、今年もみんな素晴らしい材料を鍋に入れてくれたと信じている。他人に来たことを指示に後悔させたくはないものな。では知事、スープを味見する名誉をお引き受けいただけますかな。もちろんですと、これを毎年の楽しみにしておるのです。お、この反応は、おお、これは今まで食べた中で最高のスープですな。もうね、トリュフ入れましたからね。早いよ早いよ、すくってないでしょ。しかも知人の言う通りですな。なんて美味しいんだ。これは材料が良かったのか、マーニーの腕が良かったのか、どっちなんでしょうね。よくやったぞみんな。それではスープが欲しい人はいるかな。はい、知事が言ったことは本当だった。この世のものとは思えないほど美味しいスープだった。さてと家に帰ろう。もう夜になっちゃいましたね。早いな。もうどうしよう、今日も寝た方がいいよね。寝ちゃおうか。よし、やることないよね別に。よし、はい。さあ、2年目の夏の12日目ですね。もうすぐね、スターフルーツが13日収穫だから14日の日にできますね。でメロンも多分14日の日にできるんで、そろそろちょっと刈り取りの準備しとかないといけないね。どうしようかな。今日は、あ、テレビ見てない。明日の天気は嵐、うん、雷雨が予想されるでしょう。はい、今日のセリはごく自然な感じです。一日の運勢はあなた次第です。はい、よいしょ。ちょっとコーラ、これはいいね。コーラをね飲んで、コーヒー、よし。どうしよっかな。なんか手紙来てるよ。ハロー、元気かな。プレゼント送るね。喜んでもらえるといいんだけど。それじゃあまたね。これなんか顔書いてある。これ何、何これ。顔文字なのかな。エミリーより、はい、エミリーがあのプレゼントを送ってくる時っていうのはどういう時かっていうと、何か物を持ってこいっていう時なんですよね。なので、エミリーのところにね、後でちょっと挨拶に行っときましょうか。キーミさん、いらっしゃ、こんばんは、いらっしゃいませですね。よし。あ、ホップなりましたね。これね、ここまで届くかな、かも。1個だけか。1個だけか。となると、その3段のところ枯れないんじゃない?かつ、この花を、花買っちゃうな、これ。あ、大丈夫か。あ、いけるな、いけるな。お、いけるぞ、いけるぞ、よし。これは枯れない。これは枯れない。ちょっと待て。花、まあ花いいか。上の段はいいか。買ったとしても。うん。まあ、いいや、この段。一番下の段がね、残ってればいいんで。よし、もうこれ買っちゃおう。
あとちょっとスファングル入れとこうかな。サマースファングル。お、この微妙な加減が。危ない危ない。一番下は買ってはいけない。一番下はちょっと花の蜂蜜用に残しときたいんです。よし。よし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 。ほい。お、OK、OK、OK。いいぞ。じゃあ、1、2、3、4、5、6、7、8と10、20本サマースパングル買っとこうかな。よし。あ、いいですね。トリュフが落ちてる。いいですね。なんか、自分の牧場でトリュフが落ちてるっていうの。素晴らしいですよね。卵、まあ、今日は3つだけだね。よし、コーヒーが切れた。お、もう1個あるぞ、トリュフ。あ、トヨタ市民さんいらっしゃいます。こんばんは、出遅れました。いらっしゃいませ。よいしょ。今日はね、1日目ルアウだったんで、ちょっと終わるのが早くなるかもしれないです。はい、またその後ね、また別のゲームやりますけどね。メロンはまだだよね、これね。もうちょっとだね。明日多分なると思うんで。明日じゃない、明後日か。14日だね。ここもまだだね。よし。じゃあちょっと、整理しよう、いろいろ。コーヒーをまず入れて、もう大量だけど、大量、そんなにもういらないんだけどね。まあ夏終わるまでがっつり、コーヒー豆収穫しちゃいましょう。で、ホップは、樽に入れとくか。こっちホップ用にするか。ワインとかね。で、花はもう売っちゃおう。で、あ、卵入れるの忘れたね。いいか。卵マヨネーズにして、種のお金をそろそろ、買って入れときたい。手に入れておきたいんでね。ポイドエッグは入れようか。マヨネーズ売りますね。オイルも、オイルね、結構高値で売れるんですよ、これがね。よし。オイルと、蜂蜜も取っちゃいましょうか。こっち。あ、両方取っていくか。よし。はい。あと、これですね。樽。ジャムを、この辺売るだけで、ね、もうかなりね、いい値段になるんですよね。加工品って結構ね、高く売れちゃうんで。よし、まあ、この辺を全部出しておきましょう。蜂蜜こっちは置いといて、ワインとこれでしょ、これで、今でいいかな。布は、エミリーに、プレゼントしていきましょうか。今日はあと、誰か行くとこあるかな。うん。まあ、エミリー満タンなんで別にプレゼントあげなくてもいいんですけどね。よいしょ。ロビン、クリン、あ、そっか、クリントンのとこ行かないといけないね。リア、クリン、うん。まあ、いいか。あそこ、かぼちゃあげてこようか。よし。トリュフしまうでしょ。餌こんなとこ入ってんな。あとは別にいいかな。タンポポとかいらないね。わさびもいらないでしょ。プラムとね。この辺ちょっと整理して、タンポポ、わさび、プラム、
ぶどうはヴィンセントにあげてきます。よし、じゃあちょっとお散歩していきましょう。はい、よし。うん、ぶどう、そこにもあった。スイートピー。よし。さあ、何かクエストがありますよ。エメラルドをマントルの上に置きたいです。今日明日ぐらいに持ってきてください。ライナス。750を受け取り。ライナス結構。750って結構いいあれですね、報酬ですね。ライナスなのにね。マントルってどうやって何に使うんだろうね。ちょっとジョージさんにファーストインパクトとか、ハービー先生には、コーヒー。よし、あ、曲げてんの、曲げたのか。フィギルかぼちゃあげときましょうか。はい、よし。まあみんなね、あ、風猫さんこんばんは、いらっしゃいませ。どこ行くって言ってた今俺。エミリーだね。エミリーとウィリーと、あと、そうそう、クローバスに、行って、スプリンクラーをね、またちょっと買いましょう。もうそんなにいらないけどね。多少ゆとりがあった方がいいですね。よし。はい。よし。結構上がってきたんじゃないですか。レア消費。うん。で、あ、さっきクリントンのとこ行っとこう。アイス、アイス買っとこうか。アイスはね、今日からね、何日間か寝かしておいて、で、デミトリウスさんにね、すっかり溶けた頃に持っていきますんで。よいしょ。クリントはこれ、あ、もうあげてるね。よし、結構頑張ってあげてるね、プレゼントでね。よし、おのおもイリジウムになりました。はい。したらあとはジョールだけかな。斧とクワと、ツルハシね。みんなどんどんツールが紫色になっていきますけど、鎌もなんかこう紫色とかになって、なんか衝撃波とか出るようになったらいいですけど、一列全部刈り取れるとかなったらすごいですけどね。うん、店、まあこれはいいか。あとジョウロですね。25,000と、もういけそうですね、お金さえあれば。よし。で、イリはいいか。ウィリーのところに行ってこうかな。26の録画からこっちに来ると8点。だいぶ飛んでますね。26っつったらどれぐらいでしょうね。夏の終わりぐらいですか。1年前の夏の終わりぐらいか。サンゴいっぱい、ウニもいっぱい。素晴らしい海岸ですよね、このウニとかね、サンゴとか。よし、エリオット、もう2回あげたかな。あ、大丈夫か。よし、あ、引っかかってた。ムール貝、なんか水の色、なんか緑っぽいね。なんか藻がすごい繁殖してる感じ。知らん間にいっぱい溜まってんな、これ。もう完全にこっちはもう、なんていうのかな、オートなんでね。自動化してあるんで。ミミズがここで作って、それがチェストに入って、それがカニ取りかごに自動的に格納されるっていう。よいしょ。
年目の秋の始まり、それぐらいですかね、大体。もうね、よし。スタディバレー、大体、まあ、丸2年で、一応話一区切りするような感じなので、ね、もう、この辺まで来るとね、あとはまあやることを探していくような感じですね。よし。エミリーのところにね、行きましょう。経済的にはもうだいぶね、安定してますんでね。よし。よいしょ。ちゃんとね、ウールをいただいたので、それのお返しにね、布をお返します。はい、まあね、最速の手紙が来たんで持ってきました。うん、スパゲティとか、あ、ピザだったっけ、まあ、どっちだったか。ラッキーランチ売ってる、これ買っとこう。サラダも買っとこうか、リア用にね。ラッキーランチね、運がすごい上がるんでね、結構いいんですよね。作るのちょっと手間か。あ、ちょうどリア来た。よし。サラダね。危ない、危ない。はい。よし。ぞろぞろとみんな。ブドウを持ってるからヴィンセントにあげようか。よし、いいよ。で、ジャスはお花でいいよね。この、ちょっと待って、目の前でなんでそうやって食べようとするの、さっきから。あ、それがこの位置にあるからいけないのか。よし。はい。まあ、フェニーはもういいね。よいしょ。シューちゃんさん、こんばんは。緑さんもこんばんは。言いましたかね、大丈夫かな。ロビン。はい。よし。OK。デミトリウスは、あ、もう、どうしよう。アイスクリームあげるか。溶けたら持っていこうと思ったんだけど。よし。デミトリウスアイスクリーム好きなんですよ。はい、でシェーンはもういいね。満タンだしね。今夜は絶対酒場に行くぞ。他にやることはないからな。あるね。まだ全然、あれ治ってない。アルチュー治ってないんじゃないの、シェーン。そろそろやめといた方がいいんじゃない。この、酒好き2人が、どんどん、いやもうどんどん集まってくるね、ここ。マーニーもね、来ました。キャロラインは飲まないんだね。あ、そうだ。ちょっとジョジャマート行ってこう。スパングルを植えときましょうか。あの位置だと、そうか。まあいいか。スパングル、1、2、3、20個。何日かかんの ?8 日かかるんでしょう。2回、ギリギリ2回行くのかな、間に合わない ?2 回、間に合わないか。まあ、30買っといて、日にち見ましょうか。このネオンもう1個買っとこうかな。ん?あ、もう金がない。しまった。散財しすぎだぞ、今月。もう300しかないぞ。いつの間になくなってた、こんだけ。よし。やばいですね。財布の中にあるだけ使ってしまうタイプになってしまってます。よし。まあ、斧が返ってきて。これね、斧、イリジウムの斧になると、なんとね、2回で木が折れる。切り感は1回で切れるって すごいパワーですよね。2回ですよ。斧2回振りかずしただけでね、木が倒れるってね。明日は森林伐採が進んでいきます。凄まじいですよね。よし、ちょっといっぱい拾ったので、ウニはいいね。このでも全部ね、この紫の入り、なんていうのかな、星マークがつくので、かさばらなくていいですよ、ほんとね。布もあげとこうか。よいしょ。こうなると助かりますね、だいぶね。
これこれ。ラケットフットも入れとこっか。この辺はいい。ちょっとサンゴ取っとこうかな。あの、ぐんぐん伸びるデラックスはサンゴ使うんでね。よし。ちょっとサンゴ取っといて、イリチウム。ゴミ入れちゃおう。リサイクルして。こんだけね。スパングルを植えときましょう。よっ、よっ、あ、こっちからいけない。こんなもんね。で、いいかな。ちょっと回収しとくか。オークと松ヤニと、この辺なんか引っかかってんな。よいしょ。これ、え、なんか引っかかってる、ここちょっと分かりにくいんですよね、こういうのね。あれ、全部育ちきったらね、道を引いといたらいいんですけど、床を置いといたらいいんですけど、またちょっと育ってないやつがある。ここにも木生えてるな。よし。こんなもんでいいでしょう。あと、まあ、ウニとか入れとこうか。これ一個持っとこう。ね、はい、上路に水入れとこう。なんか中途半端だし。先に寝ますもん。あ、おやすみなさい。そっちに入れとこうか。うん、どうしようかな。ぶどうの星、これはもういいか。昼の羽もいいですね。これ誰か好きな人いなかったっけ。マインキャンディ、これが好物っていう人誰かいたよな。誰かにプレゼントしましょうか。ちょっと調べて、エネルギードリンクもあんまり使わないよね、これね。お茶をでいいかな。で、ピザとこんだけでいいかな。かぼちゃ入れとこうか、ここにな。よし。貝とリンボーシェル、こっちに変えとこうか。卵も別にいいよね。いいか、ちょっと整理していこう。うん、これと、よし、スパングルここに入れといて、うん、いいね、これぐらいで。これは、あ、これがぐんぐん伸びるデラックスか。これが、サンゴとオークだったっけ。ちょっとずつ欲しいんですよね。サンゴとオークの樹脂ね。そうそうそう。よし。ちょっと一回りして。いいですね。メロンもぼちぼち。うん。キノコか。キノコとっとこう。紫キノコがちょっと少ないね。当て取れないね。こんなもんでいいかな。よし。じゃ、キノコをしまって。はい。よし。じゃあ今日はね、寝ましょう。さあ、お金がいくらになるか。
見ときましょうか。おお13万きましたよ。加工品だけで結構いってますよね、多分ね。トリュフオイル14000、はい。蜂蜜がやっぱすごいですね。ね、ほっといてこれだけですからね。あとまあマヨネーズとかはね、まあ毎日コツコツ、作っていって、あと何が高いのかな。ワインとジャムですね、やっぱりね。この辺加工品ですね、やっぱりね。大きいな。よし、こっちこっち。あとは採取とか、あ、この辺か。ウニとかが結構いいんですね。なるほど。はい、そしたらね、今日のところはこれで終わりにしておきます。またね、続きやっていきますので、よかったらね、見に来てください。では、終わっときます。お疲れ様でした。